皆さん、こんにちは。パソチャ TV へようこそ。今日はワードでお知らせ文を作ります。テーマはサークルの歓迎会のお知らせです。文字の入力と書式設定、ページ形成の設定を行います。難しい操作はあまりありませんので、ワードを始めたばかりの方も入力練習を兼ねてこの動画を見ながらゆっくりとお知らせ文の作成をしていきましょう。それでは参りましょう。スタートボタンをクリックして、すべてのアプリからワードを起動します。ワードが立ち上がりましたら、白紙の文章をクリックします。準備として、レイアウトタブをクリックします。サイズは A4、印刷の向きは縦、余白は標準、をクリックします。用紙の一番上をクリックして、カーソルがチカチカしていることを確認します。入力モードは、日本語のあになっていることを確認します。なっていない場合は、キーボードの半角全角キーを1回押して、あにしておきましょう。画面は表示倍率を少し拡大していきます。動画をご覧の皆様は、入力がしやすい倍率にしておいてください。100% のままでも構いません。それでは始めたいと思います。入力は、切りの良いところまで入力し、スペースキーで変換して、エンターキーで確定します。入力に慣れている方は、少し長めに入力し、スペースキーで変換して、エンターキーで確定します。入力にあまり慣れていない方は、刻みにスペースキーで変換してエンターキーで確定していきましょう。画面では小刻みに変換していきます。レイはスペースキーで変換します。エンターキーで確定します。6年スペースキーを押して変換します。エンターキーで確定します。4月、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。12日、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。できましたらエンターキーを押して開業します。会員のスペースキーで変換してエンターキーで確定します。皆様へ、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。エンターキーで確定します。兼楽クラブ、兼楽はひらがなで入力します。兼楽と入力しましたらエンターキーを押します。クラブ、クラブと入力しましたらスペースキーで変換して漢字の画面のようなクラブにします。できましたらエンターキーを押します。ここまでできましたらエンターキーを押します。青空、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。スペースキーで一文字開けます。タツオ、スペースキーで変換して画面のようなタツオさんになりましたらエンターキーを押します。できましたらエンターキーを押します。もう一つエンターキーで一行開けます。歓迎会のスペースキーで変換してエンターキーを押します。お知らせ、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。エンターキーを押します。もう一つエンターキーを押して一行開けます。ここから本文を入力していきます。少しスペースキーで変換してエンターキーで確定します。薄手のスペースキーで変換してエンターキーで確定します。上着をスペースキーで変換してエンターキーで確定します。羽織って、点、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。桜川の
スペースキーで変換してエンターキーで確定します。川沿いをスペースキーで変換してエンターキーで確定します。歩くのもスペースキーで変換してエンターキーで確定します。心地よいスペースキーで変換してエンターキーで確定します。この頃とスペースキーで変換してエンターキーで確定します。なりましたが点エンターキーで確定します。会員のスペースキーで変換してエンターキーで確定します。皆様はスペースキーで変換してエンターキーで確定します。いかがエンターキーを押します。お過ごしでしょうか丸スペースキーで変換してエンターキーで確定します。エンターキーで開業します。今年もスペースキーで変換してエンターキーで確定します。鍵括弧エンターキーを押します。健康でスペースキーで変換してエンターキーで確定します。楽しいスペースキーで変換してエンターキーで確定します。毎日をスペースキーで変換してエンターキーで確定します。閉じ括弧を入力してエンターキーを押します。をエンターキーを押します。モットーにスペースキーで変換してエンターキーで確定します。活動をしてスペースキーで変換してエンターキーで確定します。参りましょうシフトキーを押しながら1番のびっくりマークを入力します。画面のようになりましたらエンターキーで確定します。エンターキーで開業します。つきましては点エンターキーで確定します。年度始めのスペースキーで変換してエンターキーで確定します。イベントとしてスペースキーで変換してエンターキーで確定します。点エンターキーで確定します。新しいスペースキーで変換してエンターキーで確定します。仲間のスペースキーで変換してエンターキーで確定します。歓迎会をスペースキーで変換してエンターキーで確定します。行いたいとスペースキーで変換してエンターキーで確定します。思いますのでスペースキーで変換してエンターキーで確定します。ぜひエンターキーで確定します。ご参加ください。丸スペースキーで変換してエンターキーで確定します。できましたらエンターキーを押します。もう一つエンターキーを押します。キと入力します。スペースキーで変換して画面のようなキになりましたらエンターキーを押します。そのままもう一度エンターキーを押します。そうしますと自動的にキが真ん中に配置され一つ空いて以上が自動で入力されてさらに右に配置されます。画面のようになりましたらキーのすぐ下のカーソルこちらがチカチカしていることを確認してエンターキーを一つ押します。ではこちらに気がきを入力していきます。日時スペースキーで変換してエンターキーで確定します。スペースキーを一つ入力します。4月スペースキーで変換してエンターキーで確定します。25日ス
ペースキーで変換してエンターキーで確定します。シフトキーを押しながら8番のカッコを入力します。できましたらエンターキーを押します。木、木曜日の木です。スペースキーで変換してエンターキーで確定します。続いてシフトキーを押しながら9番閉じカッコを入力します。エンターキーを押します。11時スペースキーで変換してエンターキーで確定します。30分、30分と入力で大丈夫です。スペースキーで変換してエンターキーで確定します。からからと入力しスペースキーで何度か押して画面のようなからになりましたらエンターキーを押します。13時スペースキーで変換してエンターキーで確定します。30分スペースキーで変換してエンターキーで確定します。できましたらエンターキーで開業します。場所スペースキーで変換してエンターキーで確定します。スペースキーを1回押して一文字開けます。レストランスペースキーで変換してエンターキーで確定します。木漏れ日スペースキーで変換してエンターキーで確定します。できましたらエンターキーで開業します。会費スペースキーで変換してエンターキーで確定します。スペースキーを1回押します。1200円、1200と入力します。スペースキーを何回か押して画面のようなカンマの入った半角の1200、こちらを選択してエンターキーを押します。円スペースキーで変換してエンターキーを押します。ここまで入力できましたら以上の下の開業マーク、こちらをクリックします。できましたらエンターキーを押します。米印を入力します。米と入力してスペースキーで変換します。画面のような米印が表示されましたらエンターキーを押します。食事の後は点スペースキーで変換してエンターキーで確定します。レストランスペースキーで変換してエンターキーで確定します。中庭をスペースキーで変換してエンターキーで確定します。散策します、丸スペースキーで変換してエンターキーで確定します。シフトキーを押しながら8番カッコを入力します。エンターキーを押します。拠点の場合はスペースキーで変換してエンターキーで確定します。食事のみスペースキーで変換してエンターキーで確定します。シフトキーを押しながら9番閉じ括弧を入力します。できましたらエンターキーを押します。ここまでできましたらエンターキーを押します。お問い合わせはスペースキーで変換してエンターキーで確定します。スペースキーで一文字開けます。青空までスペースキーで変換してエンターキーで確定します。ここまでできましたでしょうか。入力が終わりましたらページの一番上を表示させます。1行目をクリックします。ホームタブをクリックして編集グループより選択ボタンの下向きの矢印をクリックします。すべて選択をクリックします。入力された文字がすべて選択できました。ホームタブをクリックしてフォントの種類の下向きの矢印をクリックします。フォントの種類は UD
デジタル教科書体 NKR をクリックして選択します。このフォントがない場合は他のものでも構いません。続いてフォントのサイズを11にします。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。続いて1行目日付の行、こちらのどこでも構いませんのでクリックしてカーソルをチカチカさせます。ホームタブより段落グループの右揃えをクリックします。日付が右に揃いました。続いて3行目の見楽クラブと4行目の青空達夫さん、こちらの2行をまとめて選択します。見楽クラブの左の方にマウスを持っていきます。マウスの形がこのような右向きの白い矢印に変わりましたら、マウスの左ボタンを押したまま下へドラッグします。画面のように2行選択できましたら、こちらも段落グループより右揃えをクリックします。次に6行目の歓迎会のお知らせの左の方にマウスを持っていき、マウスの形がこのような白い右向きの矢印に変わりましたらクリックします。歓迎会のお知らせ、こちらの行全体が選択されました。ホームタブよりフォントのサイズを18にします。続いて選択は解除せずに下線の下向きの矢印をクリックします。二重下線をクリックします。そのまま段落グループより中央揃えをクリックします。タイトルが中央に揃いました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。次に気書きの中の日時から会費まで、こちらの行を3行選択します。日時の左側にマウスをポイントします。マウスの形がこのような白い右向きの矢印に変わりましたら、マウスの左ボタンを押したまま下へとドラッグします。日時、場所、会費の行まで選択できましたらマウスを離します。フォントのサイズを16にしていきます。ホームタブより段落グループのインデントを増やす、こちらを3回押していきます。1回、2回、3回、書き出し位置が右にずれました。このまま選択は解除せずに段落グループより箇条書きの下向きの矢印をクリックします。行頭文字ライブラリよりこちらのダイヤのマークをクリックします。箇条書きの設定ができました。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。これで書式設定ができましたが、下の方が少し空いています。1ページあたりに入力できる行数、こちらを少し調整してもう少し行間の余裕を持たせましょう。レイアウトタブをクリックします。ページ設定グループより右側のその他ボタン、ページ設定と表示されます。こちらをクリックします。ページ設定ダイアログが表示されました。文字数と行数タブをクリックします。行数が今36と入力されています。こちらを少し減らしていきましょう。36と書かれているところは消していただいて、30と入力して OK ボタンをクリックします。そうしますと先ほどよりも行間に余裕を持たすことができました。次にページ形線の設定をしていきます。ページ形線は用紙の周りに引かれる形線です。ページ形線を引いて飾りをつけていきましょう。デザインタブをクリックします。ページの背景、ページの背景グループよりページ形線をクリックします。形線と編みかけダイアログが表示されました。ページ形線をクリックします。今回は絵柄のページ形線を入れていきます。絵柄というところの右側の下向きの矢印をクリックします。こちらにはいろいろな種類のページ形線が登録されているのですが、この中から
お花の模様、こちらをクリックします。色はこのままですと黒い色になりますので色を変えていきましょう。色自動と書かれているところの右側の下向きの矢印をクリックします。この中から標準の色の薄い緑をクリックします。プレビュー画面、こちらに見本が表示されます。オプションボタンをクリックします。罫線とページ罫線のオプションダイアログが表示されました。余白のところに上下左右のポイントを入力できるようになっています。こちらを少し変えていきます。上は20、下も20、左も20、右も20と入力します。ポイントという PT という文字は省略しても大丈夫です。入力ができましたら OK ボタンをクリックします。罫線と編みかけダイアログの右下の OK ボタンをクリックします。ページ罫線が入りました。これでお知らせ文ができました。ファイルタブをクリックします。印刷をクリックします。画面右側にプレビュー画面が表示されます。全体を確認してよろしければ印刷ボタンを押して印刷することができます。戻るボタンを押して元の画面に戻します。今回入力しましたクラブの名前や担当の名前、日時や場所、施設名などはすべて架空のものです。はい、これで歓迎会のお知らせ文が完成しました。よかったら私たちと一緒に練習しましょう。皆さんお疲れ様でした。歓迎会のお知らせ文は上手にできましたでしょうか。シンプルなお知らせ文ですので歓迎会以外のお知らせとしてもいろいろ応用できるのではないかと思います。今回使いましたフォントは UD デジタル教科書体というものですが、こちらは比較的読みやすいフォントになっています。お使いのパソコンでこのフォントがありましたら一度使ってみていただくと良いかと思います。またページ罫線を飾りとして入れましたが、こちらの絵柄もお好きなものを使っていただいたり、またページ罫線をつけなくてもお知らせ文としては利用できるかと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。